完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の表口の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵家へ2年、2000年袖館、角の国屋の表口の挿絵波長砂場は、東京都港区虎の門3丁目にあった江戸時代、創業の蕎麦屋。江戸以来、東京の砂場は、 二つの系統が伝えられてきた、そのうちの一つの本家。1815年、江戸の花名物商人ヒアウバンの番付に、茅場町砂場大阪屋と、久保町砂場の二軒が登場していることは明らかだが、創業年は不明である。1839年、久保町砂場は、虎沼から天徳寺門前町に移転、ともえ町砂場、初代、萩原町吉となる。その後、 町域全体が御用屋敷になるため、久保町の町屋がすべて立ち抜きになった。ともえ町砂場は、工事長七丁目砂場陶吉と共に、江戸時代から続く老舗で、江戸、東京を代表する砂場ののれんである。開園元年、江戸名物の一つとまで評価された、工事長七丁目砂場陶吉は、幕末維新当時の十一代目、長岡田が、動乱の時代にも、 のれんを守り続け、本国町砂場と、こと砂場の2軒を排出した。1848年、江戸名物主犯犯手引き層には、砂場を名乗る蕎麦屋として、砂場蕎麦工事町7丁目砂場東吉、砂場蕎麦茅場町帝7、砂場蕎麦、深川漁宿倉前朱原屋久二郎、金房町砂場、安兵衛、浅草黒船町角砂場、十兵衛、本所亀沢町砂場、 平蔵の六軒が掲載させている。砂場の由来は、豊臣秀吉が大阪城を築いたとき、大阪の泉屋というお菓子屋が、資材の砂置き場に蕎麦屋を開店し、砂場と呼ばれていたのに始まる。徳川家康が江戸城を築くときは、江戸に進出し工事町に店を構えた。昔の東京では、店の場所でもって何代目っていう敷たりなんです。つまり、場所が変われば、 そこで、初めて初代を名乗るわけ。だから私は、ここに移転してから数えて4代目ということにしています。ともえ町ちすなば代目、萩原長明。ありがとうございます。